Buenas tardes, amigos. どうも、BJLL のバファロンです。今日は、高橋ひろむ。はい、ということで、ちょっとこの右と左のがね、いつもね、何回撮っても分かんないんですけど、ね、まあそれはそれとして、今日はですね、高橋ひろむ、武士ファンの俺得シナリオ、ひろむ復帰待望編、やってみたいと思います。前回ですね、武士ファンの俺得シナリオというのを公開しました。が、しかしですね、この高橋ひろむ選手が持っていた IWGP ジュニアのベルトを返上することによって開催される、IWGP ジュニアチャンピオン決定トーナメントの日付などをですね、私全く考慮せずに考えてしまいまして、まあ非常にいろんな、いろんなことがね、グダグダな実は俺得シナリオになってしまいましたが、まあ一応ですね、その考えた武士ファンの俺得シナリオっていうのを要約すると、まあ簡単に言えば武士選手が IWGP ジュニアチャンピオンになって、まあ石森選手と防衛戦を年内に1回ぐらいはやって、そして東京ドーム大会でドラゴンリー選手とやって防衛するというですね、流れで考えていたんですが、まあそれもね、基本的にはその方、その流れも問題なくありです。はい。だがここにまたですね、ちょっとした要素を加えることでドラマティックな展開が生まれるということですね。またもや私のこの頭脳がピキーンとひらめいてしまったわけですね。はい。まあそこのお話を今日はしていきたいなというふうに思いますが、まあ、まずはさっき言った武士ファンの俺得シナリオの基本ラインは変わらないです。で、変わる部分というのが、まあ、どこかと言いますと、その東京ドーム大会なんですが、前回のシナリオでは東京ドーム大会で武士選手がドラゴンリー選手、まあ、高橋ひろむと因縁のあるドラゴンリー選手に、勝利してベルトを防衛するというふうに私の方ですね考えていたわけなんですが、そこの部分をちょっと変えてみたいと思います。はい。まあ、どうなるかというとですね、簡単に言えばですね、武士選手がチャンピオンになって、まあ、年内に防衛戦を1回やって、東京ドーム大会でドラゴンリー選手と戦うというところまでは変わりません。前回はここで武士選手の防衛を予想していましたが、ここでなんとドラゴンリー選手が IWGP ジュニアチャンピオンになるわけです。つまり武士選手に勝つという形になりますね。そして、まあ、勝利の後ですね、リング上で、まあ、ドラゴンリー選手がこうマイクを持ってマイクパフォーマンスをしようとしたところ、いいですね、なんと会場が暗転するんですよ。会場が真っ暗になる、ね、で例のあの選手の登場音楽が流れるわけです。チチ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 というお分かりですよね、時計の音。そう、高橋ひろむ選手のテーマ曲がそこの暗転した中で流れて、チチ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 ボンボンっていうところから音楽が始まるわけなんですけど、ボンってなった瞬間にあの東京ドームのこうね、登場口の下から高橋ひろむ選手がブワンと飛び出てくると。そしてドラゴンリーに、まあ、この復帰の時期に関しては何とも言えないのであれなんですけど、そのドラゴンリーにおめでとうみたいなことを言いつつ、まあ、もし復帰できるんだったらそこで次の挑戦者は俺だということを表明すると思うんですね。で、まあ、復帰がまだだったとしても、そこで例えば、
俺が戻ってくるまでお前負けるんじゃないぞとかっていうことをドラゴンリー選手に言うと、まあ、それをすることによって、まあ、高橋宏夢健在なんだなということにファンに対してアピールできる。で、表舞台に出てきたということは復帰も近いんだなということは思わせられると思うんですよ。まあその前回の VTR とかでは復帰するまでは自分の姿を見せたくないみたいなことを宏夢選手は言っていたんですが、まあ、この流れで高橋宏夢が出てくれば会場大盛り上がりになることは間違いないし、もし登場してくれば復帰も近いんだなという期待感と、まあ、安心感というのがファンの中にも生まれると思います、まあ、つまりジュニアチャンピオンになることで武士ファンの俺得でもありますし、まあ、負けたとしても、そこで高橋宏夢が登場することによる高橋宏夢の復帰を望んでいるファンに対してもこれはまあ高橋宏夢のファンの俺得シナリオなのではないかということだと思うんですよね。そして、まあ、ジュニアのベルトは、まあ、武士選手でもいいし、まあ、ドラゴンリー選手でもいいんですが、まあ、この2人に預けておけば魅力的な試合を行ってくれるんじゃないかということで安心感も、まあ、団体としても、ね、安心感は出てくるのかなという気はします。ということでね、この流れで高橋宏夢が復帰することができるのであればそれが非常にベストなんじゃないかなというふうに思います。はい、なのでね、このシナリオを持ってですね、高橋宏夢&武士ファンの俺得シナリオとしてみたいなというふうに思うわけでございます。はい、まあ、ここはね、もう本当高橋宏夢選手の怪我の状態が詳細がちょっとわからないので、まあ、非常にデリケートな部分なので当然無理はしないでいただきたいんですが、まあ復帰し、すぐ復帰しないとしても、例えばそういった姿を見せることは東京ドームぐらいではできるのではないかなという勝手な予想のもとこのシナリオを発表してみました。皆さんの感想はいかがですかな。まあ、ぜひコメント欄とかでね、コメントいただけると嬉しいなというふうに思っております。まあ、ぜひね、皆さんのコメントをこのチャンネルにもっともっともっと書き込んでいただいて、非常に盛り上げていただけたらなというふうに思っております。それでは皆さん、またお会いしましょう。アスタルエゴアディオス。